さあ、ということで、クソガキからね、喧嘩売られたということで、今回はこちらのね、無課金の、新スパーキングロゼ使って、クソガキをしばいていこうと思います。イラストめちゃめちゃかっこいいよね。で、今回は、フレマということで、貫突仕様でね、使っていくんで、いや、めっちゃかっこいいな、これ、イラスト。やばいっすね。さあ、ということで、ガキをしばいていこうと思います。さあ、お願いします。おっと。ザマス覚醒7一丁前に作ってるね。覚醒7ってことは石ちょっと使ってんのか。お、これはちょっと期待できるね。んで、一応パーティー3つ用意してきてます。まずはまあ、オーソドックスな。まあ、赤枠セルにした未来でね。これでライジングセルで牽制しつつって感じでやっていこうと思います。結構ね、この無課金ロゼ意外とね、面白そうな性能してるんで。あ、出た。俺の視聴者のキッズは大体グッドゲームゴミの、PVP 全然やり込んでないカスなんで、芝居でいきますよ。まあ、この3人がいいかな。紫通ってるし。順番、性能あらかじめっていうか、敵が出血とか極出血の時にこいつが殴ると、アーツ持ってくるんだよね、打撃アーツ。なんで、で、あとは6カウント経過後にバニシング回復とかあるんで、まあ、そういうの意識して戦いたいところなんですよね。まあ、これでいいか、順番。お願いします。いやー、かっそうなパーティー使ってんな。でも意外とサイヤ人編成になってるから、まあ割と噛み合ってはいいのか。ただこれカマぶっ刺さってんな。おい大丈夫か、お前使ってる端末も無課金だからさ、お母さんに買ってもらったさ、ボロボロのアンドロイドでしょ、どうせ。めちゃめちゃ遅いよ、大丈夫？さあお願いします。特殊相撲か。ん？どうした？マユラ射撃入る。さあ、鎌で、まずは出血を入れて。あ、必殺でよかったな、今。おっとおっと。出血いっぱい入れさせてくれんの？そんな。タックル来そうかな？構えとこうか。あいやまあ、お！なるほど。結構ずらしてくんのね。ちょっと分散させておこうか。結構硬いよ。一応、ナッパもそこそこ火力出せるキャラなんでね。いていていて、さすがに貫突サルベジ強えな。ガヒミテ射撃。お、なんか馬ぶってんね、ちょっと。ちょっと遅かった。これ必殺ぶっぱして、これはキャラチェンしてくると思うんで、必殺って。で、ここ即即じゃない。あい、うまい。ドカバキの天才すぎ。あ、甘いね、それ。あ、カバチェ無効なん、君。そっか、そんなのあったな、やべえ。忘れてた。待機短縮頑張って。もう使ってくんの？やばすぎだろ。頭悪すぎ。さあ、出血の敵殴りたいんだけどさ、裏のベジータが打撃カバチェンなんだよね。いってぇ。回避回避。オッケー。甘いねー。大丈夫かな？さあ、カマロゼが強いだけの動画になってない？大丈夫？特殊はちょっと時止めで残しときたいね。気力回復もするんでね。オッケー。気力回復して。いや、いいね。うわ、強いな、これ。そうか。こういうことか。強いな、めちゃくちゃ。で、特殊で気力回復して、なるほどね。そういうことできんのね。いや、これもう一枚アーツ欲しかったな。射撃欲しい。6カウントも経っちゃってるよな。お、暴発しないんだ。お、射撃。即ね。まあ、とりあえずセル捨てましょう。おい、なんだよ、それ意味わかんねえな。サルベージの耐久覚えとこ、104。目に切ってくる。お、これ視察ってくんじゃない？射撃ある。いやー、まだ圧あるか。ただこれ手札が多分、あれだけなんで、一つだけなんで、タックル回避いきましょう。メインももうないんでね。104だった。あ、いや、まあ、オッケー。うますぎんご。釣れないか。打撃キャン。あ、まあだから釣れるんだよね。バカだから。はい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 。
浜吐きして、で打撃持ってくるよね、出血の敵に殴ると。これ面白いな、めちゃくちゃ。やべ、鎌で撃っちゃよかったちょっとミスった。楽しみすぎたわ今、うん、楽しみすぎたね。まあいいや。いや面白えな、鎌と合わせたらめちゃめちゃ打撃圧持ってこれるんで楽しいですね、使ったら。絶対鎌でライジング打つべきだったな、踏ん張り貫通だから。まあいいや、はいはいはい、種よか。で、脳死でしょ。お、脳死じゃないんだ。あ、バニカ回復した、強い。これ回避見て、回避、打撃アフロドカバキー、ちょっと遅れてたな今。これ強いね、めちゃめちゃ。あいや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 い、面切ろうか。うわ、打撃ドローしちゃった。回避見て、打撃キャン釣れないか。タックル回避、さあどうするこれ。ケロチェン面して、おっと打撃キャン行きましょうか。噛み合ってほしくね、釣れそう。釣れない釣れないのか。やるやないか、それは。オッケー、出血入って、これで打撃ドローして、これ面白いな、めちゃくちゃ。で、鎌でこれ、あ、待って、ミスった、最悪だ。打撃いってたな、まあじゃあいいか。すごいコンボつながるなこれ、面白いな。最後は打撃上がりで仕留めたいな。釣れない？釣れた。さよなら。楽しい。まあ、未来の黄色、石腕がやっぱ強すぎるけど、楽しいね、これ。めっちゃ集まってこれる。さあ、じわじわいじめましたけど、次は、まあ、こんな感じで崩壊ザマス入れて、ちょっとライジング受けなしなんですけどね。これでやってみます。ライジング受けないとやっぱ安定感ないと思うんですけど、こんぐらいのガキなら、うわ、でもパーティーめっちゃ強そうやな。LBR だから。どうしよっかな。一応これは、まあ、カマはいるよな、さすがに。この3人で行こうか。順番は、これで行こう。6カウント経過後のバニ回復が、割と初手で出した時に行きそうな気がするんで、ちょっとライジング受けないのがあれですけど、うわー、焦るいるね。まあまあ、やっぱね、これ頭おかしいと戦うのってライジング受けないと安定感ないんでね、数振り取られちゃうのが一番の負け筋なんだけど、ちょっと頑張るわ。お願いします。跳ねようか、これ射撃入りそう。入らんか、そこ跳ねる、それ意味わからんすぎやけどね。まあ、攪拌だったのに相手。OK? 私を待たせるな。打撃アンガリ決めて、見てなさそうこいつ。だよね。絶対見てないと思った。カマちゃんが強えな、とにかく。打撃剣行くか。マジか、そこ噛み合うか。ただ打撃来るんじゃない？あれだよね。オッケー。打撃剣で弾回収したい。早い回避取らして。回避見て回避。跳ねる？うーす！さよなら、ライジングラッシュ。さあ、せっかくセルと石腕いるのに相手、いきなり数振り取られちゃったけどって言おうと思ったらライジング読まれていくと。だるいな。釣れそう。回避回避絶対刺さる。あいざこうつ。外そうか。オッケー。こいつさ、踏ん張り貫通知らないんじゃね？あ、さすがに知ってるか。いや、出血治るんだよね、セル、これで。それがちょっとだるい。タックル警戒して、通常なんだ。めちゃめちゃ消極的だけど大丈夫か、お前。はい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 。いや、こういうのにしてきたらさすがにやばいよ。
このザマスに勝てると思うな。黄色のロゼちゃん何もしてないんだけど、この試合に関しては。カマと崩壊ザマスが強すぎるな。ボコボコなんだけど。はい、として気力削いだ。通常で落としていこうか。バックステ入れたら賢い。いや、跳ねるのはバカ。うぃーす、うぃーす、うぃーす。くたばれ。最近キッズ系の動画多いな、俺。最強。やべえんだよな、最近キッズから絡まれる率が。さあ、ラスト。ラストは見て、この、めちゃめちゃかっこよくない?このパーティー。これめちゃめちゃかっこいいでしょ。赤ロゼが全開覚醒したら、このパーティーやばいと思う。かっこよさ。なんか、俺の視聴者ってさ、サイヤ人編パーティー、縛ってんのなんか、多くない?いや、このパーティーやばくない?めちゃめちゃかっこよさ。ヤジロベ来んのかなこれ。でも、踏ん張りと復活いるんで、ま、さすがに。いや、でも同じ選出ばっかだと飽きるかな、みんな。これでいっちゃうか。ちょっとみんなが飽きたら嫌なんで、これでいきます。いろんな、悟空ブラック使っていきます。そんな上手くないんで。ま、上手くないって言っても、これ踏ん張りと復活いるから、もう数振り、5対3だからね、これ。パーティー的には。マジでカマ出すべきなんだよな。大丈夫か。もう絶対5、6年前のアンドロイドを使っとるやろ、お前。お願いします。タックル。あ、それ賢い。まあ、よだめ欲しいんで、こっちで受けて。はいはいはい。射撃等か。持ってくんのかよ、そっちで。まあ、そんな熱ないと思うんで、しっかり分散させて。はい、欲張ってんね。ついちゃよかったな。いや、ミスったー。回避見てと、あの、下つ打ちます。いや、回避でいいや、こいつ外事だから。バカだろ、おめえ。外すか。うーす。さあ、弾持ってきて。うん、まあ、1個でもいいや。いや、いいっすね。お、出してきてくれた。撃ちましょう。楽しいな。てか、かっこいいな、やっぱ、ローゼは。読みまくりだな、お前。あ、いいよ、それは。これで3回もらったかな、あいつ。ちょ、これ被したいな。何してんのお前。大丈夫か。俺の視聴者ってこんなんばっかなのかな。やっぱり腕組み多いよな。俺の視聴者というか YouTube 見てるやつが質が多いから。あ、何も見えなかったわ。すでに安直だったか。うわ、崖キャン行って、お手を吐き裂いちゃった。崖キャンにしっかり合わせて、で、面切ったんでタックル回避行きましょう。さすがに反応してくるよね。あ、生きたー。これ強いなー。出血相手に殴るとアーツ持ってくんのマジ強え。マジ強くないこれ。これやばいね、マジで。手出して、あ、捨ててくんだ。ミスったー。最悪ミスったー。でも跳ねそう、こいつ。跳ねなかった。通常なんだ。あ、もらいますよ。受けさせてライジング。さすがにしてないか。鍵見て射撃打って。あー、聞かれちゃった。何してんのこいつ。頭悪すぎだろ。
俺の視聴者マジこんなんばっかな。やだわ、なんか最悪だ。なんなん、え、マジでやばくない？俺の視聴者確定だよ今の。何してんの？いや、下手くそがすぎるな。確定2回ぐらい見逃されたんだけど。俺の動画何見てんですかみんな。ウィースとか真似するだけやん君たち。大丈夫か。ろそくで圧引っ張ってきて。どうしましたか、どうしましたか。ああ、諦めんな、頑張れ頑張れ。いや、さっき俺がコンボ見せてなかったらめちゃめちゃかっこよくね、コンボえげつないぐらいつながってたんだけどね。かっこよく打撃上がり決めようか。決めてよかった、好きにして。頑張れ頑張れ、諦めんな諦めんな。おくらうな、さすがに貫突いて、あい、ミスってますね、かぶせ。下手くそですね。うーっす。バニ回復強っ。すげえな、6カウントごとにバニ回復って。ということで、まあ、無課金キャラにしてはめちゃめちゃ面白い性能してますね。うん。ということで、ガキをしっかりしばいたところで、終わろうと思います。ちょっと残念ですね。本当に下手くそ多すぎないか、俺の視聴者マジで。うん。もうちょっとグッドゲームが少なすぎるんで、冷凍をもうちょいやり込んで、レジェンズを覚えてきてほしいですね。終わります。